人がやっぱ全然違うタイプだったから、うん、だけどこのやっぱグループで気質が近いっていうのは面白かった、うん、だいたいさ対談もさボーカルとボーカルがやるでしょ、うんうん、でパフォーマーとパフォーマーがなんかコラボしましたはあるけど、うんうん、そうじゃないグループでのパフォーマーとボーカリストはほぼないかもしれない、うん、やっぱり歌う人って一番そういう意味では声を出すってすごい感情を使うからエモーショナルになるから若干そういう意味ではその自分の世界に入らなきゃいけないっていう意味では言い方悪いけどナルシストまあねにはやっぱりなるよね。まあボーカルの人の方が週刊誌取られてる率が高い気がするけどそれは違うかな。ギャルと歩いてるからじゃないの？あの目立つ人と歩いてるからじゃない？目立つ人は連れてるのが好きかもね。わかんない、それわかんない。今輝いてる人が好きとかさ あるかもしれないし。なるほどね、今輝いてる人が好き。そう。